久保さん、まあ。楽の定義って人それぞれですよね。うん。でもそれを決めない限り、まあ、あれかなっていうところですね。でも多くの人はやっぱね、楽っていう、楽したいっていうのは、多分ね、逃げから来てる傾向が本当に高いと思います。逃げから。一回逃げてみればいいと思います。ただテーマは、逃げてみればいいんじゃないっていう。<laughs> 逃げたその先に、うーん、自分の中で答えを見つけられるかもしれないですよ。 うん、な何事もやっぱ体験してみないとわかんないですから。人から言われても結局から右から左ですから、うん。例えば、じゃあその会社に行くことがしんどいっていう状況だったけれども、じゃあコロナになって在宅ワーク、家から一歩も出るな、みたいになった時に、どれぐらいストレスがかかったんでしょうか。うん、実際に会社に行かなくてもいいけど、 行くここととが実は決められたことをやるっていうのが実は良かったりもしたりっていうそのなんだろうなまあ久保さんで言うならば今までできていたことですよねそれができなくなった牢屋に入って今まで選択ができたのにねあのできなくなったりとか決められたことをやっていたことすらできなくなるっていうね うん、だからやっぱその状況下になってみると分かることで分か、なってみないと分かんないんですよね、人間って。うーん。だからまあ、逃げ、逃げてみればいいんじゃないですかね。人生80年あるんだから。うん、1年ぐらい逃げても79年ありますよ。まあまあ大人になったらね、まあその期間は少なくなりますけど、もちろん1歳で逃げるとかそういうのはあれですけど。でも、長いスパンで考えると、 うん、逃げるっていう局面も別にいいんじゃないかなと。ただし僕の導き出した答えは逃げ続けていたら、まあ、借金は返せないと <laughs> いうことです。久保さんね。まあ久保さんは逃げてるっていう感覚はなかったかもしれないけども、ね、借金にまた借金を重ねる。キャバクラで入れる。<laughs> 借金があるのにまた借金を重ねて <laughs>。 その一期一憂うん、その時だけその苦しみというかな、何かを忘れてたというか、多分そういう時期もあったんじゃないかなとは思いますけど、結局現状は変わらないと。うん、増えるだけと、借金は。<laughs> そう。だ結局その、遠回りしても逃げても、まあ結局行きたいところに行くためには前に進むしかないんですよね、遠回りしてでも。うーん。 だけど多くの人はなんか遠回りするのが嫌だから立ち止まったりとか失敗したくないから立ち止まったりとか怖いから立ち止まったりとか別に遠回りしてもいいし逃げてもいいけど結局どんなルートでもいいからどんなルートでもいいんで自分のライフスタイルこういう風に行きたいと思うんだったらそれを学びそれを手に入れる手段ですよね例えばコンビニでずっとバイトしてても まあ、パソコン一台で自由に暮らすみたいなね、月収100万とかね。まあ、無理ですよね、コンビニで働いてたら。だから僕がバイトをしてた時に思ったのが、バイトのところに留まるのか、あ就職するのかっていうとこですね。ネットビジネスの会社に入るのか、バイトそのまま続けるのかと、二者卓越で、まあ、ネットを選びましたけど、うーん、やっぱ先を見る力、 うん、まあもっと具体的に言うとそのバイト先であのまあ管理者というかねちょっと上の方になってくれないかって言われたんですけどまあ給料もねまあまあいいわけですよでネットの方は全く未開拓何もわかんないでも将来5年後10年後20年後を考えた時に自分はどういうスキルをつけてた方がまあいいのかなって考えた時にまだ やったことがないけれども、そっちの方が可能性はあるぞと。で、そこで僕は、あの、そのバイトの、なんだ、役職というかね、それを断って、ああやめて、ネットの会社に入りましたけど。うん。まあ結局、まあなんだろうな、どうしたいかじゃないですかね。久 <laughs> 保さんね。どうして、結局どうしたいんですかっていうね。 うん、別にやらなくても逃げても何でもいいんですけど、楽に行きたい。何でもいいんだけど、え、結局どうしたいのと。で、そのどうしたいことに対して今どうしてるのっていう <laughs>。結局どうしたいで、結局それをするためにどうしてるのみたいなね <laughs>。学んでるのやってるのっていう。うん、学ばないといけないし、やらないといけないし、うん。何なんでしょうね。まあ、すごくシンプルなことなんですけど、多くの人はできないと。 いうことで。うーん。だから本気で、まあ、ちょっとね、今日のブログにも書いたんですけど、なんか本気で考えたら、多分ね、やらないっていう選択はないと思うんですよね。どうすかね、久保さん。本気で考えたら、どう考えてもですよ年金問題もあるわけじゃないですか。 年取ってどうやって金担保するのっていう問題があるわけじゃないですか。目に見えてますよね、こんなのは。ずっと言われてるし。こ考えなくてもわかるぐらい言われてませんもん。もうそもそも年金問題が崩壊してることも誰もがほぼ理解してると思いますし、勉強しなくても知ってると思いますよね。高高齢あ、少子高齢化みたいな <laughs>。勉強しなくても知ってると思うんで,で、しかも勉強しなくても自分が年取るなんてわかるわけじゃないですか、考えれば。 で、体力落ちるってことも分かってるし、じゃあそのために何するのって話で。で、今の会社で働いてて、まあ昔のね、年功序列で退職金3 0 0 0万もらえます、4000万もらえますっていう時代だったらいいですけど、今その時代ですかっていう話で。どうですかね年功序列え。退職金何千万もらえますかどうですかで、年金も確実にもらえるっていう時代もありましたよ。 まあ今の人はもらってると思いますけど、じゃああと20年後、年金が年金は多分減ると思いますけどね、普通に考えて <laughs>。うん、現状としても伸びてるじゃないですか、支給まで。多分60から65になったっていう時期もあるだろうし、今度75になるとかね、いう話もあるような気がするんですけど。うん真剣に考えれば、まあ考えなくても、 やらないという、何か新しいことをやらないといけない、やらないとダメっていう、になると思うんですけど、いかがでしょうかいってらっしゃい。